続いてはおもてなしの時間なんですね。エリさん、はい、エリさん、違う人が返事してますけど今日はエリさんはスタジオにはいないんです。本日、エリさんはですね、オフランスに外交中でございます。はい、ロイヤルさんですからね。はい、で昨日なんかフェイスブックでなんかパリからのなんか レポートっていうかね、パリからの投稿がありましたけれども、ね、おもてなしプランのエリさん、前回はね、あのなりきる ね、いろんなねお料理出すときは、ね、プロのコックさんシェフになりきってやるし、で、時間の限られた時間の中でいろんな多くの人をおもてなしするときは、例えば CA さんとかそういうねプロのそういう人になりきっておもてなしするんですっていうのがまだまだこう印象的です。で、とってもそれが楽しかったので今週も聞けるかなと思って、エリさんが前々からねパリに行きますって言ってたのを松パパ忘れておりました。昨日の夜まで今日も聞けるぞと思っててね、忘れてたんですけど、でもね、あのそんな、エリさんですけれども、インフォメーションがありまして、毎月ですね、ET 会という会を主催してらっしゃいます。すごく覚えやすい日程ですから皆さん覚えてくださいね。4日と、毎月4日と16日が ET 会といってエリさんの、まあ、交流会ですね。いろんな方々、素敵な方々、時にはですね、有名なタレントさんとかね、この間は宝塚の女優さんいらっしゃったかな、あのね、思わぬゲストがいらっしゃいます、ね。小田エリと検索すると、まあ、Facebook でね、小さい田んぼの、めぐむという字に、理科の理ね、これで小田エリさんと検索してもらうとエリさんの Facebook の、ページが出てきますので、そこからアクセスしていただくといいかなと思います。はい、では、また次回もお楽しみに。コンシェルジュさんのコーナーでした。では松から曲を紹介しましょう。今日の曲はですね、加藤ミリアさんの Love Forever。